った今でも音楽ランキングの上位に入り続けて話題になっているんです。その人気の理由を取材してきました。発売直後 CD ショップなどで一時売り切れ店舗が続出していたアーティストがいました。それは、はじめまして、傑作バンドです。このまま去年放送されたアニメボッチザロック。その劇中で結成されたのが今話題になっている結束バンドなんです。作品は人見知りの高校生後藤ひとり、通称ボッチちゃんがバンドを通して成長する物語。CD ショップを訪ねると、こちらの店舗では発売から1ヶ月が経った今でも特設コーナーが大きく展開されています。長期にわたり特設コーナーが作られる人気ぶり。お店の人に発売当初の様子を聞いてみると、入荷日当日に全てできる、正直本当にそこまで想像はしてなかったので、予想を超える大反響だったといいます。先週の音楽ランキングでは坂本龍一さんが人気グループストーンズを抑えて2位にランクイン。発売後には一時多くの音楽配信サービスで1位を獲得していました。一体どんな魅力があるのでしょうか。使われている楽曲もすごくたくさんいい曲があって、作詞曲家さんたちが確かにすごい人ではあるんですけど、この子たちが何を歌いたいかっていうのがよく考えられているので、聴く人を魅了する理由の一つというのが、いろんなアーティストが参加しているっていうところの今回出ているところのきっかけにもなっているのかな。アルバムでは人気ロックバンドアジアンカンフージェネレーションの楽曲をカバー。さらに楽曲制作にはロックバンドカナブンの谷口マペロさんやシンガーソングライターの樋口愛さんたち豪華アーティストが参加しているんです。目を閉じる暗闇にさっと耳塞ぐ、確かに刻むこと胸の奥身を揺らす心臓。アニメだけでなく楽曲としても高く評価されているといいます。人気の影響はこんなところにも。ボッチザロックっていう固有名詞を言われて、それのギターが欲しくてみたいな。主人公が使うギターに興味を持ち求める人もいるそうで、関連商品のギターに関してはもう数倍どころか数十倍ぐらいの売り上げになっているものもあります。ボッチザロックの影響っていうのはもう過去にもそんなに例がないぐらいの盛り上がり方かなと考えています。アニメから生まれて広がりを見せる音楽は人々の心をかき鳴らし続けているようです。続いては